今回は原作とキャラがかけ離れすぎたロスはオリジナルキャラクターと原作の設定を比較していくぜ。オリジナルキャラクターなので原作と変わってくるのは当たり前だけど、180度違ったものもいるよね。今回はそんなオリジナルキャラと原作との違いを紹介していくのでゆっくりしていってね。それではまずはじめに紹介する原作と全然違うキャラクターはエピックコチヤサナエだぜ。うわーん、あの可愛いサナエが不良になっちまっただー。もうパッと見でわかるぐらい別人と化したサナエさんなんだが、このサナエは2023年5月31日開催の古き信仰の生き残りエピックお祈りで登場したキャラクター。東方ロストワードのメインストーリー大鑑賞から登場する異界を旅するコチヤサナエで、髪を下ろす祈祷師こと異界を旅する青い霊夢の仲間の一人なんだよね。このサナエの反省も霊夢と同じく、起こった出来事は L1 世界軍と同じ運命上にあったが、何らかの事件をきっかけに異界渡りの旅に出るようになった。他のサナエとは全く異なり、サナエ自身が強大な神聖を帯びているんだぜ。こんな感じなのに、もともと荒人神であるコチヤサナエはカナコとスワコの加護を強く受けている関係から、どこからどこまでがサナエ自身の力であるかは少し曖昧だった。こっちのサナエもその不明確さは変わっていないが、代わりにギャルエさんの世界のカナコとスワコが彼女の一部としてサナエの体を支えているんだぜ。そのためカナコとスワコの神力はサナエ自身の神力となっているんだ。そしてカラーリングの元ネタは東方思想転則のカラーバリエーションからのオマージュだぜ。原作とは逆になっているんだ。そして青霊夢と同じようにサナエも上司のクラスまで近づいたことがわかるよ。服装と髪色はカナコとスワコのカラーを取り入れているんだ。なるほど、上司の二人の髪の要素が合わさっているのね。カラーリングも元々の姿から大きく変わって、緑髪の青い巫女服から金髪の赤い巫女服になっているのはカナコ様の影響で、金髪はスワコの影響ということか。ちなみにこのサナエの出身世界のカナコとスワコは龍蛇髪に化身して、サナエの胸の奥にある聖と銅の二脈をバイパスさせ続けるという決意に至っているようだ。中二すぎる設定。にしても原作好きの方が見たら絶叫するだろうね。中身も見た目通りギャルになってしまいましたしね。ああ、原作のサナエは戦闘になると別人になるが、基本的に穏やかで清楚そのものような子。こちらのギャルエさんとは大きく異なっているぞ。ギャルエちゃんは自分のことを美少女だと言ったりするからね。ただ言動から本来のサナエとは大きく印象とはかけ離れ、まさにギャルのような見た目となったんだが、心の奥底では暗い感情を抱いてるようなところを見せているな。あらー、状況が状況なので明るく振る舞っているということね。サナエの優しさはどの世界でも一緒ということか。そうでもないかもしれん。続いて紹介する原作と全然違うキャラは新キャライザヨイ咲夜だぜ。確かに珍しい感じの咲夜だ。そうそう、なかなかワイルドな咲夜でいい感じだよね。こちらのブンビーエクストラヨをかけまくる珍品ハンター現るイザヨイ咲夜はエクストラフェスのキャラクター。エクストラフェスって異変が長期化してキャラが大人化になるみたいなコンセプトだけじゃなかったのね。多分もともとそうだったと思うよ。エクストラって多分二次創作でよく使われるエクストラルーミアから来ていると思われるんだ。エクストラルーミアはお札の封印が解けて主に大人化したルーミアに対して使われる用語だよね。となるとなぜ急に咲夜という一般的なキャラに変化を加えたキャラを出したの？おそらくテコ入れ的な感じなんじゃないかと思うよ。エクストラフェスの特徴といえばまず7575だけどレリックより劣り、超フェスと同じかそれ以下な性能でかなり中途半端。しかし片白はイベントで入手できる大型台なんだけど、最初のイベントで8個とか配ってくれて、約3ヶ月に1体運命値100が作れるというかなりいい仕様だったんだ。が、結局それはやりすぎたと思ったのかなんと2個しかくれなくなったんだ。エクストラフェス出るときはせめて4個にしてほしい？といったように、運命値100も作りづらい上に数週間待たないと 100% 解放できない上に中途半端な性能なので多分あんまり惹かれなくなったんだろう。これじゃあ初心者さんでも引きませんよ。その立て直しとして、人気キャラを用意たということになるのではと思われるぜ。根本的な仕様を変更しないとダメな気がするけどね。こちらの昨夜は他のエクストラ組と違い、特に容姿に変化は見られないな。その辺も今までと違っていますね。服装は怪盗のような仮面をつけ、どこかの戦闘民族の肩パッドのような襟のマントを羽織っている。なるほど、その妙な服装はヤードラット星人のものか。全然違います。あと人格がコロコロ変わってるよね。あれなんなの？怪盗のような仮面とマント、そしてなぜかハッケロを持っており、口調もどことなくマリサのような感じになっているよな。マントに仙台スカーレットデビルを自称する悪魔か何かが宿っており、しょっちゅう乗っ取られているんだ。いや、そんなマント早く捨てなよ。ちなみにこの昨夜は東方文化庁のこちらの記事を元ネタにしているんだ。本当だ、マリサが寝ているところに昨夜がいるの同じだ。完全オリジナルというわけではなく、原作オマージュされたキャラなんだ。多分今後もこういうのが出るのだと思われるよ。こちらの昨夜は軍部エクストラというのに属していて、おそらく東方文化庁や東方文化新報を元ネタにして出すんだろう。
ろう。エクストラ関係なくなっちゃうけど大丈夫ですか？もちろん原作で咲夜が二重人格になったことはない。東方奇刑中で時期を担当していたら見られたけど、咲夜はこの時メイドしていました。そもそも人格が変わっていない時の咲夜もどこか通常の咲夜と違ってお茶目度が増している印象だな。キャラデザインもいいし、たまにはこういうオリジナル咲夜もありだな。それにしても咲夜ってレッドブルー飲みすぎじゃない？色合いも兼ねてスポンサーついてるらしい。続いて紹介する原作と全然違うキャラはエクスクタタラコガサだぜ。エクスクタタラコガサ？まあ確かに水着にはなってるし胸もバストアップさせた気がするけど、そんな原作と変わんないでしょ。それが原作と全然違っている。むしろこのコガサは存在がなくなっているんだ。一体どういうことなの？東方ロストワードのメインストーリー第4章 EX1/8 島にてコガサ界にて登場する常夏の幻想郷のタタラコガサ。このコガサも心を食べる妖怪として人間を驚かせて空腹を満たしていることについては何も変わってない。異なる点は、野球という球技に特化していて、かつ片足立ちで思いっきり打つことを得意としていること。天狗のフリーペーパーに記されていたオカルトボールの開催を知り、優勝商品にも目をくれずに大勢の観客の前で自分が優勝したら一生分の驚きを食べられるかもと考えるようになったんだ。それ以降は地道に野球の練習を重ねていて、優勝してみんなをびっくりさせるために日々練習に励んでいるようだ。そしてバンキちゃんこと関バンキは全ポジションの守備ができる最高の野球友達と言っているんだが、まずバンキをパシりまくるサイコパスな小笠ちゃんでもあったんだ。何を言っちゃってるのよ、そんなわけないでしょ。確かにバンキは9つの頭を持つけど、頭だけで守備をさせるという実は鬼畜な考えを持つ小笠なんだ。よくよく考えてみたらマジでサイコすぎでしょ。最も辛いのはキャッチャー。ピッチャーの送球を受け止める役割を持つポジションよね。小笠がバッターなのでピッチャーは 100% 手が必須なので本体にやらせる。つまり顔がキャッチャーをすることになる。なので常に顔面でボールをキャッチさせるというサイコパス野球をさせているんだ。他にもファーストも他の内野からの送球をキャッチするので地獄です。そりゃあバンキも怒るわ。原作の小笠というと、ベビーシッターをしていて、子供好きでとてもいい子、ちゃんと謝れるし、全くサイコパスではないぜ。何度も退治させられたのに霊夢に針を新調させるいい子ですよね。と、言ったように実は原作と違って裏でサイコパスな小笠なんだが、さらにヤバいのは、そもそもこの小笠が本当に存在しているものなのか。それ気になっていたのよ。一体どういうこと？まずこちらの映像を見てくれ。こちらは戦闘勝利時の小笠のモーション。別に特に変わったところはないけどな。これを見てピンときた方はよく東方を知っているね。東方愚問九樹という東方原作のキャラクター図鑑があるんだが、その小笠の設定にこんなのがあるんだ。笠はただの飾りではない。彼女とは切っても切り離せないものだ。笠を持っている姿でしか存在できないつくも神なのである。それってつまり、そう。完全なキャラ設定ミス。小笠は傘を持っている姿でしか存在できないつくも神なのに思いっきり話しているんだ。一応確認のためにこの水着の小笠の設定を見ても傘を手から外しても存在するみたいな設定もない。これはアウトです。かなりコアな設定だけど、これは重要設定なのでミスっちゃダメね。なんだったら小笠は付着神という妖怪なんだが、付着神は道具を大切に扱わなかったことで生まれる妖怪。で、この付着神の小笠はあろうことか雨を防ぐ道具の傘をバット代わりにするという付着神にあるまじき行為をする子なんだ。よくよく考えてみたらそうだ。このように実はガバガバ設定な水着小笠ちゃんなんだ。そもそもスライディングやスパイクを履いてやる競技で水着というのもぶっ飛んでいますしね。見た目はすごいけど味は残念な小笠ちゃんに仕上げられたのね。前回紹介したレリック・レミリアみたいな感じだな。見た目も大事だけど、原作の設定を無視せずしっかり作ってほしい部分ではあるね。パイパイについては OK です。続いて紹介する原作と違っているオリジナルキャラは超フェスやさかかなこ小さな表の森屋祭人、いわゆるちびかなこだな。正直かなこ様ファンの私も最初戸惑いました。まずやさかかなこ様というと威厳たっぷりなキャラクターで、可愛いというよりかっこいいキャラクター。ただちょっとお茶目なところもあるが、そこもギャップあるキャラだよな。やさかつまり無数の坂という名前の通り、山の神様と言われているのですが、実際は風の神様でもあるのです。雨や風を司るということは、つまり農業の神として祀られていたようですね。山の神様として祀られることになった経緯は非常に複雑であり、その真意を知っているのはかなこと諏訪子の二人だけだそうです。いろいろと複雑そうだな。そんなかなこ様の思う信仰とは、妖怪も人間も神でも分け隔てなく、祭りのように毎日を豊かにするというもので、素晴らしい考えを持っているのです。知れば知るほどいいキャラですよ。そんなかなこ様が念願のロリカバージョンが今年の2月に登場。陽光バフ支援ナンバー1の支援式なのに、陽光1900というキャラ全体の中でも高スペックかつブレイクもできるという超フェスの中では最強クラスのキャラに仕上げてくれたんだ。キャラクターデザインもかなりいいが、キャラクターの性格がかなこ様といえばかっこいい系のキャラなんだが、可愛い系になったんだ。一人称はかな、これは可愛いからいいよ。ロリキャラだし全然可愛い系のかなこ様でもいいのよ。
ただデザインは腕を組んでかっこいい系。このアンバランスさが違和感が残るという感じなんだよな。可愛い系にするならエイカちゃんみたいな思いっきり可愛い系にして欲しかった。多分エシさんとセリフ作りさんの方で相違違いがあったのではと思われるな。まずこの手の可愛い系のロリキャラはもういるし、下手に挑戦するより無難にかっこいい系の幼女にした方が良かったかもしれないな。ダウナー幼女とかしたら面白かったと思うけどね。まあロスワは基本萌え系が得意だからそうなったのかもね。ただ慣れれば可愛いもんよ。トンテンカントンテンカンは可愛すぎました。毎日トンテンカントンテンカンって頑張っています。それでは最後に紹介するのは桜フランドールだぜ。え？確かにコンセプトが小学生だし、桜ミクをパコマージュしたような見た目だけど別に特にいつもの可愛いフランじゃないの？桜かや小学生かを抜きにして全然原作と違います。まず桜フランは帽子が学生帽に変化しているのに加え、手元にはピンクのリコーダー、背中には赤いランドセル、スカートにはクマの飾りがついたリボンと、いかにも小学生な衣装となっているのが特徴だな。そしてフランドールというと、あらゆるものを破壊する程度の能力。だから桜んぼを破壊するのはまだわかる。いや桜んぼ破壊するのもよくわからんけどね。ただフランドールといえばキュッとしてドカーンという名言があるだけあって、この能力は普通は手で行うものなんだ。東方部門式によれば、破壊対象の弱点である目を引き寄せて握りつぶすことで破壊できるので 99% 手でやっていますもんね。そのアイデンティティを壊させてわざわざ足で物を壊すという行為を行わせているんだ。完全に狙いに行き過ぎでしょ。まあ理由としてはやはりフランちゃんの足を見せるためでしょうね。小学生キャラに何をさせているんだ。見た目を良くするために原作設定を無視した小傘のパターンと同じなのね。ああ、フランドールのアイデンティティを無視していな行為をさせているわけだな。そして一番の違いは性格だぜ。まずこのフランドールは自分のクラスがわからないというちょっと抜けているフランドールなんだ。自分のクラスがわからない？まさか騒音なセリフがあるわけないで。私のクラスってどこかしら。あ、ほんまにあったわ。原作のフランドールというと、確かに子供っぽいところはあるけど、英語をペラペラ喋れて、ちゃんと本を読んでいて非常に賢いキャラクター。なのにこのフランドールは自分のクラスがわからないというちょっと抜けているフランなんだ。まあまあ小学生なのでね、よくあることですよ。いや小学生でも自分のクラスはわかるか。またこのフランドールはチェリーがお好き。しかし原作のフランドールは凍結破壊時の時リンゴを模した技を使っているほど果物はリンゴ好きなのでここも原作と違っているな。またお姉ちゃんたちが服や教科書を用意してくれたのに全部ぶっ壊しちゃうねというセリフが紹介映像であるんだ。は？姉のレミリアが用意してくれたものを壊すの？原作のフランドールはレミリアと一緒に抜け出して花火大会をしたり、一緒にチパカブラ鑑賞をしたり仲がとてもいい。なのにこのフランは姉たちが作ったものを全部壊すらしい。それはいかんやろ。確かに原作のフランドールも妖怪らしい危険な思想を持っているけどサイコパスとは全然違うんだ。急に綺麗殿に連れてこられても怒るようなことはなかったし。作るよりも壊す方が建設的という自分なりの美学がありますもんね。何でもかんでも破壊するようなことはないし、他人を重んじる部分もちゃんとあるんだが、このフランドールは他人、しかも実の姉の作ったものを破壊するというサイコパスちゃんなんだよ。可愛いけどこのフランドールは原作以上にヤバい子だったんだね。一応擁護すると姉たちに制服などもらったからこれからの人生の壁をぶっ壊していくね。的な意味合いなのかもしれないけどな、なぜこんなセリフにさせたのか真相は不明。やっぱりかなり違っているので、紹介映像のコメントでは、もはや面影ねえじゃねえか。原作クリア発表確定。といった感じのコメントもちょいちょいあるね。まあまあ二次創作なのでそりゃ原作と変わってきますからね。さすがに小傘の件はダメだけど、二次創作らしくこれからもキャラクターアレンジしていってほしいぜ。といったように実は原作と全然違ったキャラクターがいるんだ。忠実だと思ってたけど意外と違っていた部分があって面白かったですよ。他にもこんなキャラが原作と全然違うと思いついた方はぜひコメントで教えてくださいね。また使用率が高い人気 LH キャラの性能なんかも紹介しているので見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。